変形して動きが速いガンタンク、陸戦強襲型ガンタンク、乗っていきたいと思います。他の部隊も出たか。俺たちも出るぞ。我が軍の勝利のために出る。では出撃します。指揮官から指示が届いたか。戦闘を開始するぞ。各自出撃しろ。この機体は2014年9月10日に配信開始された新機体稼働実験でレンタル機が実装されました。コスト300の強襲タイプの機体です。この機体の特徴は固有モジュールの変形機構によりアクションキーで突撃砲形態と通常形態の切り替えが可能。突撃形態は武装が一部使えないが速度が上昇する。もはやこれまで。指揮官から指示が届いたか。同じく固有モジュールの複合装甲により実弾と爆発武器からのダメージが軽減される。そんなスローテンポ武装面は大まかに6種類から選択が可能で、220mm 滑空砲、2ワンブボップガン、56連装ロケットランチャー、大型火炎放射器、 MLRS、 十字雷はゴールド設計図専用。今回の私の装備は 220mm 滑空砲とワンズボックガンと56連装ロケットランチャーにしました。もはやこれまで。戦線に指示する。陸戦強襲型ガンダンクは MS イブルー通常力戦線に登場する地球連邦軍の独立根底第44旅団の囚人部隊に3機が配備され、オデッサ作戦にする。パイロットはアリーヌ・ネイズン・チュウイ、ミロシ・カルッピ・ショウイ、ドロバク・ズワヨ船長で、ジオン軍のドム、ルッカスタム、ザクを含む部隊と壮絶な戦いを繰り広げる機動戦士ガンダム WO-83 リベリオンにも登場するが、シールドなどのオプションがついている。余談ですが、 MLRS はマルチプルローンチロケットシステムの略で多連装ロケットシステムのこと。この機体の感想ですが、ガンタンクなので仕方ないというか、逆にタンクらしくて面白い点かもしれませんが、射角とフェンスは厳しいです。いずれよりいい星になると思います。先生に指示する。見どころなしの動画になりましたが、ご視聴ありがとうございました。自分の好きにやらせるか。なんだと。奴らの思惑通りになってしまったか。これ以上好き勝手にさせるか。ずうずうしいですが、チャンネル登録よろしくお願いいたします。